はい、皆さんこんにちは、ワンダリングフィッシュです。では今回は久しぶりにレトロゲーム企画をやっていきたいと思います。で、今回プレイするレトロゲームは、今ちょうどデモゲーム始まりましたけども、ミッキーマウス不思議の国の大冒険というゲームをやっていきたいと思います。ファミコンで1987年に出たソフトになってます。で、当時は僕幼稚園の時とかにね、いとこのプレイしてるのを見ていたなーっていう記憶があるぐらいで、自分でしっかりしたプレイやったことがないので、リハーサルで少しだけプレイ伸ばしておきました。久しぶりのね、横スクロールアクションゲームなんで、もう指がね、めちゃくちゃ痛くなりましたけど、普段ゆるーいシミュレーションゲームしかやってないので、ここはね、ちょっとサクッとクリアできるように頑張っていきたいと思います。で、今登場してるキャラクター、ミッキーとミニーいるんですけど、プレイする上で操作するのはミッキーだけです。ミニーちゃんはね、ミッキーに連動して動くだけです。で、最初は特に何も攻撃する手段はなくて、マリオみたいにジャンプで踏みつけるとかっていうこともできないです。で、キーって出てるあそこはですね、アイテム、鍵を取らないと入れませんので、先に進んでいきましょう。で、ミッキーとミニー連動して動くんですけど、これ、ミニーちゃんがはぐれちゃったりするとですね、次のステージに進めなかったりしますので、常にね、ミニーちゃんはエスコートしてあげます。で、今取ったのが消しゴムなんですけど、この消しゴムでね、初めて攻撃する力を手に入れられます。これで敵を倒していきましょう。で、あとアイテムですね、敵を倒したりするとですね、今ダイヤモンド出ましたけど、あのダイヤモンドがですね、まあ、パワー回復ですね。アイテムは出てきた時にね、ちょっと解説の方していきましょう。こんな感じで、ミニちゃんとはぐれちゃうんですよね。そうすると、次のマップというか、ステージに進めないので、ちゃんとね、ミニちゃんをエスコートしてあげるっていう。これが必要です。まあ、僕もね、ちょっとディズニーは、結婚する前はですね、まあ、行っても月に、いや、月にじゃないな。年に、それこそ、1回2回とかだったんですけど、結婚してからはね、もう毎週行ってますからね。今はちょうどね、コロナで毎週行けなくなっちゃってますけど、これワンアップアイテムです。何にもないところもですね、なんかピカピカオンみたいになってるところを打ち続けると、隠しアイテムが出てきます。ドナルドはパワー全開です。ただですね、いいことばっかじゃなくて、アイテムが出てくればいいんですけど、たまに敵キャラのカラスとかが出てくるとですね、ミニーちゃんがさらわれてめんどくさいことになります。今、また鍵取りましたね。で、ミニーちゃんがカラスにさらわれてしまうと、ミニーちゃんを探しに行かなきゃいけないんですけど、これがですね、ミニーちゃんを探しに行った後、なんと、ミニーちゃんが隠れてる場所を探らなきゃいけないんですね。これが確率で、25%の確率。で、これを正解を取らないと、永遠にクリアできないっていうね、いかにもファミコンらしい鬼畜仕様になってるんですよ。なので、そのあたりはちょっと要注意かなと思います。なんでね、相手も下にあんまり欲張りすぎると逆にひどい目にあったりするので、まあアイテムはそこそこに、今回は攻略することを最優先しましょう。これ消しゴムももう一個取りましたけど、これでミニーちゃんもね、消しゴムが打てるようになります。これで火力が単純に倍になるっていうね。では進めていきまーす。火力が倍になるとさすがに楽ですよね。ただちょっとパワーが3しかないか。一面のボスはチシャネコですね。不思議のアリスに出てくるチシャネコ、ご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、ピンクと紫の、まあ、変わった変な猫です。ちょっとここはミニーちゃんがさらわれないことを祈って。おお、ドナルドだ。ドナルドはパワー全回復です。これ、画面の上に出てるのがチシャネコですね。でね、これもういかにも昔のゲームっぽい感じになるんですけど、ミニーちゃんをね、取り残させて攻略するっていうね。まあ、要はミニーちゃんはダメージは受けないので、ミニーちゃんだけ上の階に放置して倒すっていうこともできるんですけど、まあ、ここは一面で強くはないんで、ゴリ押しで
チャンネルボタン押しちゃいましょう。これで一番最初にキーって出てたね、入れなかったあの部屋に入れるようになります。不思議の国のアリスは実写版もねやりましたよね、何年か前にね。上海にあるディズニーランドにはその実写版の不思議の国のアリスがテーマになったアトラクションなんかもねあったりするんですよね。まあ、日本ではね最近ちょうど美女と野獣エリアって呼ばれている、まあ、新ファンタジーランドがようやく開園したと思うんですけど、まあ、常に、まあ、進化し続けるっていうのが一つのテーマになってるようなんで、この先もいろいろ開発計画はあったようなんですけど、まあ、ちょっとコロナウイルスの影響でねそれもちょっと微妙な感じになってますよね今ね。例えばアナ雪エリア、アナと雪の女王のエリアとか、そういうのもね一応建設予定だったようです。今建設中でいうとトイストリーホテルがちょうど建設中みたいですね。間に合わない、くー、一気失ってしまった、まあ、ただここはデスワープで逆に元の位置に近くなるっていうね謎のこのラッキーさ、特に死んだことによるデメリットはないですね。ああ、まあ、強いて言うなら、一気が減るっていうね。奇数が一気減りますっていうのはもちろんありますけど、それ以外特に、取った消しゴムがなくなるとか、取った鍵がなくなるとか、そういうのは一切ないです。さあ、戻ってきました。では、これで一面クリアになります。テイト。ということで、次のステージに進みます。The Ocean、 これ海のステージですね。ちなみにファミコンのゲームなんで1ステージ1ステージは結構短いです。むしろねこの1面と3面が長いぐらいで他はむちゃくちゃ短いですね。多分上手い人がやると1ステージどうだろう、下手したら10秒とかそこくらいで終わっちゃうんじゃないかな。結構食らってんなここまで。これ以上はちょっと食らえないっていうところで死亡。ここはもう一度やり直しさせてください。一応ねおしゃべりしながらでもプレイできるぐらいの難易度にはなってると思うんですけどね。もしちょっと静かになっちゃったら、ああ真剣になってるなーこいつと、ちょっと笑ってやってください。さて、一回食らった、これ以上は食らいたくない、これ以上は食らえないぞ。できればこの辺で回復アイテムが欲しい。なんかこの辺でピカーンってなりませんでした今、気のせい。気のせいか、できればアイテム欲しかったな。もうこれボスになっちゃうぞ、このままボスのところ行っても勝ち目はない。ちょっとここでハマる感じだとこの先気が思いやられますね。ちょっとノーダメで行かないといけないぐらいなんだけどな、ここのボス倒すのに。慎重に行きましょう、慎重に。さあさあ、ここまでノーダメできてるぞ、このままノーダメでいこう。うん、ここで確実に一回食らう、さらにここでも食らっちゃうっていうね。大丈夫か。お、ドナルドだ、このドナルドはありがたいよ。ただそのドナルドを台無しにするこのダメージの受けっぷりっていうね、このダメージだったらいけるはずだ。もうね、これボスですね。さあ、このボス戦だ。いくぞ。ゴリ押す。基本的にゴリ押しです。これで、ステージ2クリアです。
ステージ3はウッズランド、まあ森ですかね。まあ、小さな家に始まり、海に来て森に来るっていうね、この面がね結構難しかったんですよね、個人的にはね。ちょっと迷路になってるようで、うわ食らってる食らってる。この穴、木に穴が開いてると思うんですけど、この木の穴に入ってゴールを目指すんですけど、この穴がですね、正解と不正解があって、不正解のところに入ると永遠にクリアができないんですよ。一応それは確認をしてきました。お、ティンカベルだ。このうちに進んじゃおう。なのでここで入ります。そうすると今度マップの色が変わりましたよね。春夏秋冬という順番で進んでいく必要があります。ついてくんな、むっちゃくちゃついてくるね。おっと、ウリボーみたいなのが来たら、このウリボーもかわして、でここで入ると次秋に入れます。おお、ここはティードルダムとティードルデューじゃないか。ノーダメでいきたい。よし、なんとかダメージを回避できた。こいつ嫌いなんだよ、こいつずーっとつきまとってくる、上下に動きまくるやつ。お、食らってしまった。ここも、うわっ、ティードルデューとティードルデュー、この二人に当たると即死するからな。ちょっと即死しないように気をつけましょう。さあかわしてダメージを受けないように、ちょっとずつ進む方がいいかもしれない。いきなりバッと進むと会っちゃいけないやつに会っちゃったりしますからね。ここよ、ここ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 、運よく回復アイテムが取れた。いや、ここはなんかアイテムいらないな。ワンアップとかだったらな、欲しいかなって感じもするけど、危なかったですね。さあここ入ります。わっ、ここでもう一度秋か。うん、まずい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 、近寄りすぎた、離れよう。ここ本当にね、いつ死んでもおかしくないからな。ダメだ、このつきまとってくるやつ何なんだよ、ほんとやめろ。やってくれるな。さあもう木がなくなってしまいましたけど、おっと、ここ最初にティードルディとティードルディ、こやつらに削られてしまうと、この先こいつが嫌いなんだ、こいつがどうしたいんだよって感じですよね。どこまで、やばい、いやー、やってしまったやってしまった。これでゲームオーバーですね。じゃあちょっとここまでまた戻ってきます。さあではウッズランドに戻ってきました。もう一回ここからちゃんとやっていきましょう。こいつ嫌いなんだよ、ほんと嫌い。やばい、落ちる、ミニーが落ちた。もうミニーだけ落ちても死亡しますからね。できればね、奇数を温存していきたいんで、ゴリ押しでいく、逃げ切る、いい加減消えてくれ。ようやくあの嫌いなやつがどっか行ったな。ここかな？そうだね。これで、春から、夏に変わりましたね。この辺りからちょっと慎重に行きましょう。おっと、ウリボーだ！ウリボーだ！なぁ！ウリボーに削られた。あんまり削られたくないからな。ここ入っていいんだっけ？ OK だね。これで秋まで来ましたね。こっからはもう本当に慎重に行く。ここで、さっきは、前期失ってしまいましたからね。
こいつだ、こいつなんだ、俺の嫌いなやつは。だ、何なんだこの不可解な動きするこいつは。ようやくだよ。なんかアイテムありそうですね、ここ。あ、これアイテムじゃなくて、いや、アイテムだね。ティンカーベルだ。ティンカーベルを使ってできればこのうちにティードルートこいつらを処刑する。うわー、ギリギリ切れたパターンか。いや、シビアだね今の。なんかはすごいシビア。当たると殺されるぞ。よし、なんとか盲点をつきましたね。出たー、嫌いなやつ。画面の外に追いやるのが一番ですね。やばい、死ぬ。このさ、花に微妙に食らうと失速してミニーちゃんだけ飛びきれないっていう仕様、なんとかしてほしいよな。もう分かっているぞこいつらの出のパターンは。で、嫌いなやつが出てくる。先に処刑しましょう、やつは。よし、順調順調。ここだ、ここ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 。よし、なんとか、なんとか、なんとか残ったぞ。ここはアイテム。で、ここに入ると、冬に進めるはずなので、冬に進んじゃいましょう。いやー、ただ、パワーゲージが、1しかない上にこの嫌いなやつっていうね。せっかくここまで来たんで、なんとかクリアしたい。ウリボーが後ろから来ていたとは。もう一回ぐらい出てくるよね、こいつら。そう思ったよ。やばい、間に合わなかった。ドナルドが見えてたのに。あのドナルド、取れてれば。さあ、これも木がなくなった、跡がなくなったと言っていいね。こっから、なんとか、巻き返しましょう。一気アップとかね、もらえれば全然まだまだ諦めるような時間帯じゃないですからね。こいつよ、嫌いなのが。もういっぱい出てくる。よっしゃー、よっしゃー。ここもゴリ押す、ゴリ押すぞ、ゴリ押す、ゴリ押せ。なんかミカミックスみたいになっちゃいましたよね、ゴリ押しスタイル。ゴリ押す、ゴリ押す。いやー、ここどうにもならねえ。どうすりゃいいんだよ、こいつを始末しないと。いやー、始末できましたね。で、ここにある扉に入れば次の花の画面に移るんですけど、ここが最後ですね。ここをクリアできれば、いよいよ最終マップというところなんですけど、ただこの奇数とこのダメージだとちょっと危なそうだぞ。うわ、やられた。ちょっとじゃあまた戻っていきますね。ここまで、はい、花の画面に戻ってきました。いや、レトロゲーはセーブ機能みたいなものがないからなかなかしんどいですね、この死んでしまうと。なんで死なないようにちょっと今回は慎重に行きましょう。このね、ボスキャラもね、結構強かったんですよね。お、ドナルドだ。これはありがたい、ありがたくいただきましょう。ドナルドは、これはアイテムの予感。よっしゃ、ドナルドだ。ありがたい、ありがたくドナルドを使わせてもらいましょう。これでボスキャラですね。強い、しっかりこっちの攻撃を打ち消していきやがる。いやー、これね、ボスキャラに接触するとその時点で死亡なんですよね。
なので、ボスキャラに接触しないように気をつけなきゃいけないっていうね。まあ、前半はもうゴリ押しでいきましょう。で、直前でなんとかドナルドをゲットするっていうね。そういうプランでいこう。一気アップだったな、今の音が。さらにドナルド。ありがたい。さあ、この辺りからちょっとドナルドをしっかりもらっていきましょう。ゴリ押す。ここはもうゴリ押しだ。だあ、このパワーでは無理だ。パワーはマックス近い状態でいかないと、ちょっとあの芋虫相手には勝てないからな。芋虫はもう完全なる不思議の国のアリスのキャラですよね。今回はゴリ押しではなく慎重にいく。しかもできればノーダメでいきたい。いや、いきなり食らった。さらに食らってる。なんなんだあいつ、ほんと嫌いなんだよな。いや、食らいすぎてる、食らいすぎてるよ。このアイテムがティンカーベルか。よっしゃ、ティンカーベルだ。ワープアイテムでも全然良かったですけどね。いやー、まずいぞ、これは。逆にまずい。なんか回復する方法を考えよう。ここでちょっと永遠に回復アイテムが出てこないか。ダメだ、逆に食らっている。しょうがない、このダメ、このパワーで敵に挑もう。ダメだ、強すぎる。この芋虫倒せる気がしないわ。いや、パワー1じゃ無理だよ。何もできない。パワー1じゃ何もできない。いや、なかなか難易度高いな。もうアクション得意な人からしたら、うーわー、ミニーが落ちてるわ。やだよ、ここで、やり直しは。ここはクリアしたいな。よっ。うわー、ミニーが落ちてるよ。敵がね、やっぱり目の前にバッて出てきちゃうと、ふっと後ろに引いちゃいますよね。ちょっとじゃあまた戻っていきまーす。さあ、ボスだ。ここはクリアしておきたい。うわー、ダメだ。強い。本当に強い。ここでこんなにハマると思わなかったな。ちょっと覚悟を決めていきましょう。食らわないようにね、できるだけダメージを食らわずに、ボス戦の前までに温存していきたい。あとはアイテムができればティンカーベル、ティンカーベルが欲しい。ドナルドはパワー全開ですね。こいつほんと嫌いなんだよ。マジ何なんだっていう感じしますよね。さあ、ボス戦。くわー、ダメか。もう1、2発だと思うんだけどな。頭にね、当てないと全然効かない、入ってないようなんで、頭を狙う必要があるんですよね。さあ、ここで決めよう。今度こそ決める。もう同じ過ちは繰り返したくない。なんかあるよね、ここにね。よっしゃー、ティンカーベル。ティンカーベルのうちにどこまで進んでるかが一つ大きなキーポイントになってる。ティンカーベルのうちに
進めるとこまで進め。よし、インカーベルのおかげでノーダメージできたぞ。あとはここをどう乗り切るか。このダメージでいくのか。ちょっと待ってくれ。ほんとさ、あの上下にふわふわしてるやつ、あいつなんとかしないとダメだな。さあ戻ってきました、ボス戦ですね。なんとかここで倒したい。終わらせよう、もうこの不毛な戦いを。から解放されたい。よっしゃー、ようやくだ。ここだけでむちゃくちゃ手のダメージが増えましたね。では次ネバーランド、まあ、これはもう完全にピーターパンですね。このピーターパンのステージはねめちゃくちゃ短いです。ただ敵がねやたら強くなってますね。まあなので慎重に行きましょう。こんな感じで、ね、むちゃくちゃ足が速くなったりするんですよ。どうしたっていうぐらいいきなり足がパーンと速くなりますからね。あれこいつも強い、ほんと強いですよ。ただボスのいるところまでたどり着いちゃえばこっちのもんですね。なんでなんとかここはボスのいるところまでパッとたどり着いちゃいましょう。ここです。でここはあのもうミニちゃんにね一人で戦ってもらいましょう。これでミニちゃんがノーダメージでフック船長と戦うっていう、なんともシュールだね、このボス攻略ですね。ミニちゃんはね無敵なんですよ。まあ、可愛いは正義ですからね。これでフック船長をまったり倒しましょう。これ普通にやっても絶対倒せないですよ、このフック船長。ほんと強い。では次のステージ、これ最後のステージになります。グリーンパレス、ここもね頑張っていきましょう。ここもね敵がまあやたらと複雑になってるんですよね、動きがね。今までのあの簡単な動きはどこ行ったんだっていうぐらい急に複雑になってますからね。規則性が全く読めないっていうね。うん、確実に倒しに行く。あとはねここ実はミニーちゃんがね動き的にはまりやすいんですよね。ちゃんとミッキーについてきてくれないっていうね。こんな感じ、こんな感じ、ちゃんとミッキーについてきてくれなくなっちゃうんで、ちゃんと足並みを揃えていきましょう。いやもうわけわかんない動きしてくんなこいつら。おっと、ここもね本当にあの最後の女王様が本当に強いんで、女王様のところに行くときできればノーダメージで行きたいんですけど、こいつがまたわけわかんねえ動きしてんな。ダメだ、これはもう戻るしかない。よし、守備を片付けられた、これは大きいな。よっ、ここは何もないね、何もないので、ちょっとちゃんと道順を確認して進みましょう。いやーミニーがハマってる、邪魔くさいよなこのミニーのハマり。でちゃんと飛び越える。うわ敵の数増えてんな。とりあえずちょっとこっちに逃げて、うわフック船長が上にいるわ。ただここは何もないね、なんかアイテム的なもので出てきてくれればいいんだけどな。お、回復アイテムだ、これはありがたい。んー、なんだ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 、ついてこないでくれ。ここフック船長いたよね。フック船長にこのフック船長はもうダメージ覚悟で
特攻するしかないんですけど、このパワーじゃ絶対無理なんで、うわやられた。なんとかしましょう。あと分岐があったよね。あっちの分岐に一回戻ってみる。なんなんだこいつ。あそこの分岐が何だったのか。ここね、上行ってみましょうか。上、上という選択肢をちょっと取ってみましょう。なんか普通に上もステージになってるな。ここでちょっとじゃあこっちの上を行ってみますか。よいしょ、これでこっちに来て。何かありそうだな。うん、鍵がある。きっとこれもボスの面に入ったりクリアしたりするのに必要そうなので行きましょう。あそこの扉に入れるのかな。関係ないですね。じゃあ上に上がってきたので今度は横に行きましょう。さっきのね、分岐のところですね。高速で離脱。ここ左に行って、ここももう高速で離脱だ。なんなんだこいつ、いきなり動きをさ変えてくるの本当やめてほしいよな。変なところで徘徊始めたよ。多分こいつ無敵なんだな、あの縦の動きしてるときは。いきなり速くなるからな、近づくと。ほっ、よし、今のうちに進もう。ただこれでパワーが2か、不安しかないな。やられるぞ。やられた。さあ残り2機、クイーンのところまでたどり着きたいけど、いきなりここから始まるのかよ。もう問答無用で絶対ダメージ受けるシチュエーションで始めさせていくんだよ。これもうファミコン仕様ですよね。完全なる。ファミコンにありがちな仕様。またミニーちゃんがうまくついてきてくれないからな。ダメだ。ミニーちゃんのコントロールが、本当に難しい。これは上でいいよね。上に行って、うわ。なに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 、何なのよ。こっち行くと何、こっち何もない。敵が復活しただけ無駄だった。ただ一掃できたのはでかい。でミニーちゃんを、あれ自分だけでいけてる、いけないよね。いやー、このダメージだとちょっと無理だぞ。フック船長突破するのは回復アイテムもないしな。ちょっとじゃあダメ元でトライしてみますか。この副船長突破するとか無理だよね。いや無理だと思ったよ。強いからね、フック船長は。もう一発食らうのを覚悟の上で突破するっていうね、強行でいく。うわ、パワーマックスじゃないとダメか。一発でも食らうとダメですね。一発も食らえないってことは、ここいらにいる雑魚敵を確実に葬り去ってからにしよう。
こになんかある。これが、これが奇跡のティンカーベルであることをちょっと祈りたい。いやーミニちゃんちょっとついてきてほしいわ。ここはうん、わけわかんねえことになってんな。お、いいぞティンカーベル来い。よっしゃティンカーベルだ。これマジででかい。一撃で葬り去る力よ、フック船長ですら。さあこれでボスのところですね。いやー長かった。女王様との対決に挑みます。ほんと強いんですよこの女王様。冷静にやろう。このうわあダメだこのこのテンポの決まった攻撃をタイミングよくかわし続けながら攻撃しようと思ったんですけどね。ではちょっとまた戻ってきます。さあ女王様に挑む。いやー良くない、非常に良くないぞこれは。ダメだどうしても女王様と対峙してるとだんまりになっちゃいます。さあ女王様3戦目かな。この不規則に流れてるこのボールをうまくかわし続ける。ここに全てを集中する。よし倒した。これでエンディングですね。いやー右の指が死にましたけど無事アリスのところにたどり着けました。というわけで久しぶりのレトロゲー企画、もうちょっと雑談いろいろ話しながらまったりプレイする予定だったんですけど、アクションゲームについて手こずって熱くなってあまりお話らしいお話できずでしたが、レトロゲーム企画久しぶりにやりました。なんかこんなレトロゲーやってとかあればね、動画のコメント欄もしくはツイッターのリプにいただければと思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。指が死にました。